続きましては第2試合です。ディープフライ級5分2ラウンドで行われます、鮎田尚人対関原翔の一戦です。黒と赤のトランクス鮎田尚人、金のトランクス明るい髪色が関原翔です。ラウンド第1ラウンドが始まりました。両者ともに左足を前にしてキックを見せるのは関原翔。距離を詰めていこうというのは鮎田です。ローキック関原、関原の蹴りは鋭いですね。はい、そうですね、まあ、どちらかも2人ともまあストライカーというか、まあ結構打撃系なんで、まあ、はい、パンチの勝負になるかもしれないです。さあ鋭く飛び込んでいくのは関原、蹴りも混ぜながらというコンビネーションです。ロープパンチ、関原のパンチが当たる。ローキックも重いですね。はい、このローキック球は後々効いてくるんで、はい、あ、ナイスですね。パンチ打ち返していくのはアウター、飛び込んでいく、崩していった。はい、ですね、まあ、この状況を焦らずしっかりバック取ってた方がいいと思います。アウターが片膝をついて半身になっています。アイタ選手としては、まあ、スイッチしてもいいかもしれないですね。あ、はい、足を持ってバックにつこうというのは関原翔です。おっと、引っこ抜いて崩しに行く。そうですね、まあ、足入れの世界ですね。はい、アユタも踏ん張っています。膝を入れている関原翔です。ファンクラスで活躍していた関原翔です。失礼しました。さあ体勢を整体していく鮎田です。一旦仕切り直しました。ローキック打ち返すのは鮎田。いいですね、お互いローキックがすごい、はい、いいですね。距離を測っていきます。この関原のこう飛び込んでいく速さが際立ちますね。はい、そうですね、まあ、このちょっと遠い距離から、まあ、この入ってくるのがちょっとやりにくいと思うんですよ、相手選手的には、はい、なので、まあ、最初からちょっと詰めちゃってもいいかもしれないですね。あ、飛び込んでくるんであれば、はい、はい、確かにある程度距離があると飛び込んだり、あるいはローキックを打ったりという選択肢がありますよね、はい、そうですね、まあ、近いうちだともうどっちも五分だと思うんで、まあ、そこで打っちゃうのもありですよ。はい、じわじわとプレッシャーをかけるアウター、ローキックは強烈な関からです。打ち返すアウター、おアウターのパンチが当たる。両者打撃当てていきますね。はい、お互いもう少しリードを出して、うん、距離を測って、はい、どんどん打ち行ってもいいかもしれないですね。距離を詰めようという動きを見せたのは関原です。右足を前にしていく、スイッチしています関原。こう前足にこうどちらからでもローキックの威力がありそうですね。はい、まあ、関原選手はまあパンチ狙ってるってもあるんで、はい、まあ、ローキックもっと打っていってもいいかもしれないですね。前足に重心乗ってるんで、それに合わせようとしたのは鮎田ですが、金網に押し付けているのは関原です。結構この辺りはパワー使いそうな動きを見せますね。そうですね、まあ、ここはまあ焦らず鮎田選手としては、まあ、一回ちょ位置を変えたいですね。立ち上げるような格好で動く関原です。先生、この肩パンチも結構効くんで、はい、地味にこう削っていくのもありですね。コツコツやっていくわけですね。はい、体勢を首相撲で鮎田が膝を入れていく。右足を持って関原崩しに行く。投げた、いいですね、強烈に投げていった関原。これもう少し寝かせておきたいですね、はい、疲れるんで。
まあ、あの持ち上げて投げたりという時の瞬発するパワーというのも、はい、結構体力を使うと聞きますよね。そうですね、まあ、結構疲れるんで、まあ、なるべくならしたくはないですけど、はい、残り時間10秒、残り時間10秒。関原を足で挟むような格好になっております鮎田です。ここで第1ラウンド終了のゴング。この1ラウンドを鶴谷選手はどのようにご覧になってましたか？まあ、関原選手の、まあ、ローがかなり当たってて、はい、パンチも当たってるんで、まあ、関原選手の方がやや有利かなって感じで見れるんですけど、まあ、鮎田選手としてはもう少しアグレッシブに前に出ていった方がいいかもしれないですね。はい、やっぱり先手を取っているのが関原という印象ですか？はい、そうですね。となると2ラウンド関原は、まあ、変わらずというところで、はい、変わらず、まあ、この調子で攻めていけば、はい、いいと思います。逆に鮎田の方は自分が先行していかなければという感じですかね。そうですね。5分2ラウンドの戦い、鮎田直人対関原翔の一戦です。セコンダー、セコンダー。鮎田はかつて格闘ゲームで名を馳せたという世界ランカー、そこから現実のこの総合格闘技に足を踏み入れました。今日メインイベントに登場する伊藤勇樹に勝っているという鮎田です。ファイナル5分2ラウンド最終ラウンドが始まりました。飛び込んでいくのは関原。あ、いいですね。ローキックに合わせて鮎田うなずきながら挑発していきます。鮎田のパンチを積極的に出していきます。さっきよりジャブが出てるんで、はい、まあ、この調子で、まあ、もう少しも前に出ればいいかなと思います。鮎田の右、その表情には笑顔が見えています。鮎田ローキックは関原。お、いいですね。パンチがさっきより全然出てるんで、はい、まあ、この調子でもっと前に出ればいいと思うんですけど、さらに回転を上げていってほしいですね。はい、そうですね。右ローキック、鮎田。さあ関原はどう対処。おー、ローキック、バランスを崩された。関原のローキックが強烈ですね。はい、しっかりこのカットできればいいんですけどね。はい、一回一回そこまでと思って受けていると後々に影響が出てくるんですか？はい、関原が金網に押し付けています。先ほどここから持ち上げて投げるというシーンもありましたがどうか。タイムストップです。ローブローですかね。そうですね。一旦、第2ラウンドの途中で現在は鮎田直人の回復を待っています。再開します。再開です。さあ仕切り直して頭を下げて飛び込んでいくのは関原。あ、いいですね。逆に前に行く。今度は鮎田が、まあ、ここでコツコツ膝入れて削るのもありですね。はい、崩しに行こうという鮎田ですが踏ん張る関原、入れ替えていきます。右脇刺してるので、はい、右脇を刺してるので右手でしっかり上げて、そうですね、はい、生まれればいいですね。花網際の攻防が入れ替わっていきます。さあまた先ほどはここから足を引っ掛けてというシーンもありましたがどうでしょうか。鮎田選手はこう入れ替えてですね、一応関原はここから崩していけばというところですね。そうですね、まあ、崩していくか、まあ、コツコツ膝を入れれば、まあ、ポイントにはなっていくので、はい、右足を持っている関原、両足持ち替えたいですね。はい、まあ、片足だと結構疲れると思うので、両足持ち替えて倒した方が楽だと思うんですけど。鮎田の方も踏ん張っています。ブレイクがかかりました。さあ仕切り直してどうでしょうか。
はりこう先に動いていこうというのは関原の印象ですね。そうですね、まあ、関原選手はボディも混ぜて結構パンチもちょっと見えづらくなってきてるんで、その相手選手はもう少しここちょっと嫌な体勢なんで一回立ちたいですね、はい、うん、タックルもしっかり警戒していた関原です。上体を起こしたアユタ、際でも関原はコツコツこう膝あるいは肩プレッシャーをかけていきますね。はい、そうです、まあ、それが結構ポイントになってくるんで、うん、まあ、いいと思いますね。足をかけていこうというのは関原です。崩そうという関原、今年2月の100回大会でディープは初参戦した関原です。力也を倒し101回大会では広谷に勝利しています。連勝なるかという関原、残り時間1分のコール。相手選手は1回離れてもう打撃勝負した方がいいかもしれないです、ね、はい、ブレイクかかりました。さあ残り1分を切っている、どちらが手を出していくか。もうどんどん前に出ていかないと、はい、ちょっとお互い、まあ、そうですね、きついんで、相手が左を打つ、ローキック関原、結構両者とも疲れは蓄積してますかね。そうですね、はい、だからどっちのパンチが当たってもおかしくないんで、相手の左ジャブを打つ、タックルに行ったのはアユタ、しかし残り時間がない、立ち上がる関原です。最後殴りたいですね、はい、もう少し一回離れて、ここで試合終了のゴング。アユタ関原戦、この後判定決着となっていきます。2ラウンド戦い切った両者、どういう印象ですか。まあ、どちらとも、まあ、打撃すごいアグレッシブで、まあ、いい勝負だったんですけど、まあ、関原選手の結構プレッシャーがあってやりにくかったのかなと思います、はい。まあ、キックも強烈で打撃のコンビネーションも鋭くてというのが関原は光りましたね。そうですね、まあ、その中でもあゆか2ラウンド目は少しギアを上げてという印象もありました。はい、判定です。ジャッジ上松20対18青関原、1人目関原、ジャッジ内田20対18青関原、2人目の関原、ジャッジ内田20対18青関原、以上3点0を残して勝者アホな関原勝。判定3対0関原に軍配が上がりました。勝因はどういったところを見ますでしょうか。あ、まあ、そうですね、まあ、1ラウンド目から結構ローキック当てて、まあ、パンチを外してたんで、はい、まあ、それで壁際でもしっかり相手逃がさないようにコツコツ当ててたんで、まあ、そこですか。金網際でもこうやり合っていると最終的には関原の形になる時間が多かったのかなという印象でしたね。そうですね、このあたりは体の強さ、そういったところもあるんでしょうかね。そうですね、フィジカルの強さとかも結構関係してくると思うんですけど、まあ、対するアユタの方も打撃2ラウンド目特に積極的に行きましたけれども及ばずという戦いでしたね、はい、そうですね。さあ、これで関原翔はディープでは勝利をさらに重ねて3つ目の白星ということになっております。いや、本当にもう鶴谷選手もそうですし、フライ級戦線がにわかにこう混沌としてきたかというか、はい、もう本当に強豪選手がひしめく配球になりましたね。そうですね。さあ、この第2試合はアユタ直人を判定3対0で退けました。関原翔が制しています。